はい、どうもこんにちは、高島です。部屋が散らかっているとごちゃごちゃしたインテリアになってしまいますよね。で、掃除した後ってすごい綺麗で雰囲気がね、なんかいいような気がしたりしますよね。もう極端な話すると、いい家具をねいくら揃えるよりも普通でもね整頓された綺麗な状態の部屋の方がむしろね印象は良くてインテリアとしてもね魅力的なんじゃないかなっていう風に思ったりします。はい、ただですね、掃除はやっぱり面倒なんですよねっていうことで、今回ね、僕ねロボット掃除機を導入してみたんですね。エントリーモデルっていうのと上位機種っていうのがね両方とも今ね持ってますんで、それどっちがどう違うの、すごい価格差があるんですが、上位機種の方がなんとなくいいのはわかると思うんですが、まあ、実際いるのかいらないのか、1万円台でも住む人っていうのもいると思うんですね。というわけで今回は1万円台のロボット掃除機と上位機種の8万円ぐらいするものの比較をして、どっちがいいのっていうのをね、紹介してみたいと思います。はい、それでは行ってみましょう。はい、ロボット掃除機ね、僕引っ越したタイミングで導入しようというふうに思っていたんですね。で、そういったね思われる方も多いと思うんですが、でも実際どれ買っていいのっていうね感覚になると思いませんか。やっぱりね予備知識がないと、まあ、どれがいいのかわからないので電気屋さんに行ったりすると思うんですが、まあ、電気屋さんに行くとねロボット掃除機の種類ってかなり少なくて、有名で広告を打っているような結構ね高額モデルしか置いてないんですよね。っていうので僕はねネットを調べたり YouTube を見たりとかしてね、どれがいいんだろうっていうのでねいろいろ調べていたんですが、まあ、その中でもねかなり評判が良かったものとしてエントリーモデルのね Amazon で 17,800円で販売されているこちらなんですけど、これねこんなやつです。はい、これが 17,800円で購入できるユーフィーっていうのかな、ユーフィーのロボバック 15C っていうねモデルになるんですが、これね買ってみたんですよ Amazon で。定価っていうか販売価格は 19,800円とかだと思うんですが、まあ、2000円オフのねキャンペーンみたいなのがしょっちゅうやってるんで 17,800円で購入できました。で、これはですね聞いたことない方多いと思うんですけど、これユーフィーっていうのはアンカーっていう会社、モバイルバッテリーとかね電源関係のね有名な会社がやっている家電ブランドっていう感じですね。それがユーフィーっていうブランド名になるわけなんですね。ですので、まあ、商品ページ見るとアンカーユーフィーっていう風に書いてあります。全くよくわからないんであんまり高額のものを買えないなっていう風に思っていたんですよね。ですのでまずね金額が安くて評判のいいこちらのモデルを試しに購入してみました。で、こちらね、ユーフィーって種類いろいろあって、で結構安いものがあるんですよね。これより安いものもあるんですが、それよりもね一つ上のランクになるんですね。こちらね、安いランクとの比較で言うと Wi-Fi モデルって言って、ネットでねどんな状況かっていうのを見えたりとか、音声デバイスで掃除してとかいうことができたりするっていうのでこちらにしてみました。スマートホームにねちょっと最近いろいろ導入してるんで、それの流れで、こちらのモデルになります。それでも安いですよね。で、もう一つね実は持っていてこちらなんですよ。先ほどのユーフィーとは違うものでニーボットっていうメーカーのモノキュー11っていうモデルなんです。これね実は最新機種で、こちらのメーカーさんがね連絡してきまして、こちらの商品をレビューしてくれっていう風に言われたんですけど、僕もう持ってたので、断っていたんですけど、とりあえず使ってみてくれということで、これをねとりあえずね送ってきてくれたんですよね。で、もうほんとね自信があるのかわからないですけど、まあ、比較してもいいよと、安いモデルと比較しても全然いいよっていう感じで、正直に悪かったら悪いっていう風に伝えますよっていう風に言ったんですけど、まあ、それでも全然いいよっていうんで、とりあえずね送ってきてもらいました。で、これはねわ動き出しちゃった。デバイスを地面に戻して再起動してください。喋るんですね。で、このモデルは、79,800円で販売されている、メーカーの中でも最上位機種、いろいろ調べた中でもロボット掃除機っていろんなメーカーが出してると思うんですが、その安い機種はこんな機能しかついてないよとか、高い機種はこういうのまでついてるよみたいな感じで、そういったね機能の差があったりするわけですね。具体的に比較してみたいと思います。はい、でロボット掃除機ね
これから導入しようかなとか買い替えたいなっていうふうに思われてる方のほとんどの方は細かいスペックとか割とどうでもいいと思うんですよね。で僕もね細かい仕様とか機能の名前とかね結構ねどうでもいいかなっていうふうに思っていて、問題はですねちゃんと据えるのかっていうところとどんぐらい時間がかかるのっていうねシンプルにそこだけかなっていうふうに思っているんですよね。で、そのねまず吸引力とそのねかかる時間に結構差があったのでそちらをねまずご紹介したいと思います。でまず最初のね、ユーフィーのね17,800円のやつは吸引力が 1300PA ってね単位なんですけど、それで1300っていうねパワーなんですよ。はい、これで、ね、吸ってくれます。1300は普通よりちょっと弱いぐらいかな、平均のロボット掃除機よりちょっと弱いみたいな感じですね。ただ普通に使えます。はい、こちらの方、こちらの2ボットの方はこちらはマックスで4000まで吸引力があります。 4000PA っていうね吸引力があって、まあだから3倍以上ですよね。3倍以上パワーがあるっていうことになります。じゃあこっちがいいのっていうと意外とそうでもなくて、でこれはね最大なんで4000っていうのは最大マックスなんですけど、段階が4段階ぐらいあって、こちらの方は1300しか使えないんですけど、こちらねちょっと夜とかに掃除したい場合に650って言ってね、こちらの半分のパワーで弱く掃除してくれる静音モードみたいなのがあったりとか、通常モードで1500っていうねパワーのものがあったりとか、あとはねちょっと汚れてたら2500まで上げちゃうよみたいなね、パワーが汚れの段階ゴミのね感知によって上下してくれるっていうので割と効率的に掃除してくれるっていうところがあります。こちらの方はまあ1300しかないので日中だけね掃除できるっていうようなイメージですね。で実際にねこれを使って1300じゃ足りないのかっていう話なんですが、全然実は足ります。はい、こっちでももう本当満足してたんですよ実は。はい、でこちらでね掃除してくれるんで、ちゃんとねゴミもしっかり吸引してゴミを入れるケースもね満タンになるぐらいね掃除してくれるような感じです。普通の掃除機とね効果としては変わらないと思います。ただ自動的にやってくれるっていう感じですね。こちらは4000ということなんで、ホコリみたいな軽いものばっかりじゃなくてちょっとしたちっちゃい石みたいなものだったらこっちでも吸い込みができます。こっちはねちょっとね残っちゃったりします。砂ぐらいだったら大丈夫かなっていう感じですね。家の中でそんな砂がいっぱいあることなんてあまりないので、まあ、基本は大丈夫だと思います。であとですね大事なのがその使用時間ですよね。これがどんだけ動いてるかっていう話ですよね。何分で掃除が完了するかっていう話なんですけど、こちらのユーフィーの方は100分っていう風に決まっているみたいですね。1時間40分の間掃除をねずっとして、で1時間40分経ったら終わりみたいな感じで、終了するものです。12畳と6畳のね部屋を2個やってるんですけど大体大丈夫です。はい、でそれに比べてこちらの、2ボットの方はですね、21分でできました。はい、めちゃくちゃ早いです。これはねかなりいいところだと思います。この掃除のねスピードの理由がありますので、そちらをねこの後ご紹介したいと思います。この2つの機種で大きな違いっていうのが、まあ、こっちはねユーフィーの方は掃除機してくれるだけなんですけど、こっちの場合だとこの2ボットの場合は通常のお掃除機の同じ機能ですね、それとあとね水拭きの雑巾掛けみたいな機能がついています。ですのでまあ、その雑巾掛けモードみたいな感じでタンクがあるんで水を入れて、それでね雑巾をね付属できるようになってるんで、その雑巾掛けもねできたりします。これはね僕はあんまり使わない派なんですけど、雑巾掛けをねよくやる方とかはね、結構ね楽になるんじゃないかなっていう感じです。はい、続いてなんですが、エントリーモデルでいいのかなっていう方と、まあ、上位機種がいいのかなっていうのでね考えている方にねいろいろ細かい情報をご紹介すると、大きく分けてね安いモデルっていうのはバウンス型っていうシステムになっていて、掃除の方式ですねっていうのがあって、で上位機種のモデルはレーザー式みたいになっていて、レーダー式かな、レーダー式になっていて、マッピング方式みたいなのがね採用されている場合が多いです。だいたい各社メーカーね高額なモデル、例えばルンバとかでも同じです。下の一番下の機種3万円ぐらいすると思うんですけど、これとねあんまり変わんないです。
で上位機種の方はこれとあんま変わんないです。おそらくどのねメーカーでもそこまで大きな差はないと思います。上位機種であれば同じぐらい、そのデータを見ればだいたいわかるっていう感じなんですけど、ユーフィーの方の特徴を見ていくと、主にエントリーモデルと上位機種モデルみたいな感じで対立軸でね考えていただければわかりやすいと思うんですが、このねバウンス型っていうのと、レーダー型マッピング方式っていうのの違いをねどんどん言っていきたいと思うんですが、まずねバウンス型ってバウンドみたいな感じで、壁にぶつかったら角度変えて次行って、壁にぶつかったら角度変えて次行ってみたいな感じで、どんどんねこういろんな方向でバウンスしていくんですね。もう1時間40分やれば全部綺麗になるだろうみたいなね、1300の力でずっとね頑張っていくっていう感じなんですね。ですので、まあ、結構ね時間が必要っていうところがあります。それに対して、上位機種のモデルはレーダーモデルですねの場合だと、レーダーで感知しながら進むので、壁にねほとんど当たらないです。あ、壁があるみたいな感じでちょっと角度変えて壁の形とかね理解してくれるんですよね。このねマッピング方式っていうのが、マッピングってマップだと思うんですけど、一回掃除するだけで部屋のねマップを生成してくれるんですよね。このレーダーが、あ、ここは壁なのか、ここはテーブルの足なのかみたいな感じで、マップをねこんな感じで作ってくれます。それで部屋の大きさが大体分かって、なるほどこの部屋だったらこうやって、移動するのが掃除するのが、一番ね効率的だなみたいな感じで、こうやってねすごい綺麗に掃除をねしてくれるんですよ、効率よくっていうのがあって、でよく見るとですね、後ろ側には、このね掃き掃除みたいなこのブラシの部分があるんですけど、これはねこっち1個しかついてないです。でもユーフィーの先ほどのね安い方は2個ついてるんですよね。こんな感じで2個ついてます、はい、でこれはね、めちゃくちゃバウンスしていろんなとこ行くんで全部書き出そうとするんですよね。でもこっちは綺麗に右側にだけついてるんで、右側をからこう攻めていく感じで、全部がね効率よくなっているんで両方いらないっていう感じだと思います、はい、ですので、レーダーでねぶつかってしまうのとあまりぶつからないっていう特徴があります。で続いてね結構大事なのが、この掃除をしていて障害物に、ぶつかるっていうの以外にコードを巻き込んでしまうっていうねデメリットがロボット掃除機にあるんですよね。ですのでコードを巻き込んでしまうとロボット掃除機もね止まってしまうし、コードの方もねダメージを受けてしまったりすると思いますので、できればコードはね巻き込まれたくないっていうことがあると思います。これをね比較するとユーフィーの1万円台の方は結構巻き込んじゃいます。はい、細いコードとかだったら結構巻き込んじゃって、このね本体が停止しましたみたいな状態になりがちです。ですので、コードがあるような場所はコードをねなんか束ねるのか隠すのか、ちょっとね上げておくのかっていうことを事前にしなきゃいけないデメリットがあります。こちらの方はコードを巻き込んだことはないです。はい、でやっぱりこのレーダー方式っていうので、どこに何があるかっていうのを感知しながら掃除してくれるので、こちらの方は巻き込みが少ないっていうことになります。はい、続いてはですね、他にもね、気になる部分、玄関とかねちょっと段差がある部分ね、階段とかもそうですけど落ちるんじゃないかっていうところね、考えていきたいと思うんですが、こちらもねちょっと違いがありました。この安い方のユーフィーの方は玄関に、落下することはほぼないですね。たまにあるぐらいです。はい、10回に1回ぐらいなんか間違えて落ちちゃったみたいなところがあります。その場合はね玄関でぐるぐる回って1時間40分頑張っているんですけど、まあ、それだとね玄関がちょっと綺麗になるだけっていうような状態になってしまって、で逆にねこのニーボットのねノモ911の方はですね大体落ちます。はい、実はねこれね大体落ちるんですよ。でこれの落ちないね段差っていうのが8センチっていう段差があると感知して落ちないらしいんですけど、マンションの玄関って結構低いじゃないですか。多分5センチぐらいとかで低い物件多いと思うんですけど、僕もねそんな感じなんですけど、もうほぼ落ちてるんですよ。ですので、まあ、階段はさすがに落ちないんですけど、玄関がねよく落ちてるっていうのがあって、
ただ、これね防止する機能もあって、この掃除機が自分で作ったこの地図ができるんですけど、その地図の場所にですね、ここ以上は入らないでくださいっていうね指示もできるんですよ。ですので掃除したい部屋を限定して掃除することもできますし、そこの中はやらないでとかね、あとは万が一ねぶつかったりしたら困るようなものがある場所はこのエリアは入らないでっていうこともできます。であとはね、ここはリビングとか、ここはベッドルームとかね、ここは何度とかね、いろんな部屋があった場合に何度だけ掃除してっていう指示ができたりしますっていうのがこちらのね賢いところです。こっちはないです。行ければどこでも行くっていう感じです。はい、そういう違いがあります。他にもですね、こちらの安い方は人がいても何があってもガンガンぶつかっていってしまうっていうデメリットがあったりします。はい、でこちらはレーダーがあるので、それもね人が立ってたとしても、あ、人がいるなっていう感じで避けてくれます。はい、そんな感じの違いもあったりしますね。その他にもこれね、かなり重要かなっていう部分もあって、それがですね、掃除の楽さが全然違います。はい、掃除の楽さっていうのは、ゴミを集めた後にそれをね掃除するのは人間なので、そのね掃除っていうのが、こっちがね、こういった感じになります。例えばこれだと、ここからこんな感じで、ゴミ収集ケースみたいなのがですねあるんですね。でそこにゴミがこう、ホコリがね結構今集まってますけど、ホコリが集まってこれをね、捨てに行く必要があります、ゴミ箱に。はい、で終わったらこうやってカチャッとやる。そうすることで、まあ、掃除ができて、もう一回ねまた掃除するときに吸引力がね戻ってくるっていう感じです。でちなみにこちらは紙パックは、ないです。これ、ね、今のプラスチックケースをきれいにして終わりっていう感じです。逆にですね、こちらの上位機種のニーボットの方はちょっとね似てるんですけど、ここにねこっちも、取ることができます。はい、できますが、こちらの利点がすごくて、ここに入り口がなんか出口みたいのがあると思うんですが、こちらがですね付属のドックっていうのがあるんですね。充電ドックみたいな場所があるんですけど、そこで吸引してくれるんですよ、集めたゴミ箱を。ゴミ収集を開始します。ゴミ収集完了しました。充電中。一回ここに掃除してきて集まったゴミをドックに戻ってきて、そのドックが、その今貯めてきたゴミを吸ってくれて、でそのドックにでっかいタンクがあって、そこにねどんどん集まっていくんですよ。これは結構便利で、こっちの場合は2日に1回とかね、3日に1回ぐらいね、これをね掃除の箱をねこうきれいにしてあげなきゃいけないっていうところですね。こちらのニーボットの方はだいたいね1ヶ月から2ヶ月に1回の掃除でいいっていうね、そういう違いがありました。ですので、まあ、掃除の楽さで言うとめちゃめちゃ楽です、こっちの方がっていうところがあります。であとはですね、ちょっとした機能なんですが、こちらのユーフィーの方はエントリーモデルなんですが、Wi-Fi のね対応しているっていうモデルにしました。でこちらはですね、結構便利で、アレクサとかグーグルホームとか音声デバイスありますよね。その音声デバイスでこちらを動かすことができます。ですので例えば、僕の場合だとグーグルホームなので、グーグルホームに、行ってきますっていうと、このロボットがね自動的に反応して掃除するっていう設定ができたりします。それはねすごく便利ですね。こちらの方は Wi-Fi はつながるんですよ、つながるんですが、アレクサとか Google ホームみたいなものには対応していません。その代わり、専用アプリで掃除をするとか、マップの管理とかね、そういうのはできるような感じになります。まあ、全部ね音声デバイスでやりたいよっていう方はね、こちらは向いてないことになってしまいます。というわけでですね、結論としてどんなことかっていうのをねお伝えすると、ロボット掃除機は基本的にね新型の方が性能がいいです。まあ、このね2機種に限らず、例えばねルンバが有名だからルンバがいいんじゃないかなっていうふうに思って、でも高いよね、じゃあ片落ちのルンバにしようかっていうんだったら絶対こっちの方がいい、そんな感じですね。で片落ちのやつはねやっぱりね技術が古いので、掃除がの吸引力が弱かったり、掃除の音がうるさかったりね、結構ね問題点が出てくると思いますので、やっぱりね安いものだとしても新しいものを購入した方がいいなっていうのはあります。その他にも、ルンバってねやっぱり有名でね評価も高いと思うんですが、まあ、ルンバを買うんだったら、まあ、こっちの方が半額近くで同じような機能で、どっちもですけど同じような機能で買えるっていうのが
結構おすすめなポイントですね。それぞれ誰に向いてるのかっていうのをねちょっと考えてみたところなんですが、まあそんなに部屋が広くない一人暮らしの方はこちらねユーフィーでいいんじゃないかなっていう感じがします。あの安いですし一人暮らしだったりしますんで掃除してる間いないので1時間40分ね頑張ってくれても全然いいかなっていう感じですよね。反対にですねこちらのニーボットの方はですねゴミ収集機能があったりとか掃除時間が短かったりするっていうことで、結構ね広い家の方はねこっちの方が絶対いいなっていう風に思います。ゴミもねいっぱい集めてダストボックスの掃除をする回数も増えてきてしまうので、まあ、こっちの方が絶対おすすめかなっていう感じですね。で初めてね、お掃除ロボを購入する場合は僕はねユーフィーのこの 17,800 円でね買えちゃうやつで、ね、結構掃除性能もいいので、まあ、単純に掃き掃除掃除機みたいなものを期待するのであればこっちの方が僕はねおすすめかなっていう風に思います。あとはですねコードが多い人は、まあ、こっちかなっていうのもあります。コードがね束ねられて地面にねいっぱいあるみたいな人は掃除がねそもそもねできないというか巻き込んでしまう可能性がありますので、まあ、こちらのねニーボットの方がニーボットっていうかレーダー方式ですねの、ものがねかなりいいと思います。はい、物が少ない方床にね置いてるものが少ないとかであればこのユーフィーの方がおすすめかなっていうところはありますね。であとはですね大切なものとか壊れ物ガラス製品があるとかですね万が一、何かあっては困る傷がついても困るみたいな場合はニーボットの方が、おすすめかなっていう感じはあります。こちらどちらとも僕としては結構おすすめでいいところはねそれぞれあるかなっていうふうに思っているのでどちらかね自分に合う方を選んでいただければなっていうふうに思ってはいます。でこれねどっちともね認知度が低い知名度がないと思うんですがそれに関してはあの広告宣伝をしてないのでやっぱりルンバとかねそういった、大手メーカーのようにですね知名度はない分その広告費をかけてないっていうところで半額近くで購入できるっていうところがいいところなんじゃないかなと思います。で性能はね実はそこまで変わんないんじゃないかなというふうなところですね。倍ほどの性能差はないとは思います。購入できるのはこのユーフィーは Amazon で普通に購入できます。結構安く購入できてニーボットの方は送っていただいたんですけどまだ販売してないのでクラウドファンディングの幕開けかな購入ができるような感じにはなっているみたいですね。でこれ 79,800 円っていうのは定価なんで幕開けだったら多分1万円ぐらい安く購入できると思いますので、まあ、もうちょっとね買いやすい価格で今だったら購入できるかなっていう感じですね。というわけで今回は僕はちょっとね欠かせないアイテムとなってしまった、このねお掃除ロボなんですが、まあ、この2つをねちょうど手に入ったので、比較してみました。はい、よかったらね参考にしていただければなというふうに思います。はい、というわけでインテリアやライフスタイルについてまたこちらからお送りしたいと思います。はい、それではまた。